レッツライドアニーライン。はい、ということで、随分久しぶりになってしまったんですが、今回ですね、2017冬アニメ最終評価をやりたいと思っております。はい、ということで、早速いきたいと思います。まずですね、風花、こちらの方からいきたいと思います。ストーリー 1.5、キャラクター2、アニメーション 2.5、総合2.5 点という形にさせていただきました。マガジン連載中のですね、恋愛漫画をアニメ化しているということで、実際アニメ化した段階で本編のその漫画とストーリーが違う、変わった、まあ変えたね、オリジナルエンドになった作品なんですが、どうにもね、普通だったっていうね、ラブコメ王って呼ばれてる人が原作者なんですけれども、まあね、ラブコメっていうよりは、まあラブコメなのかな、いやなんでそうなるのみたいな、その気持ちのキャラクターの移り変わりがいまいち、つかみきれなかったっていうのと、まあバンドものだったんですけど、バンドの描写もまあ中途半端だったかなと。まあただね、連載中の作品にしてはオリジナルエンドを迎えてしっかりと締めたというところは評価できるんではないかなと思っております。はい、ではですね、その次いきたいと思います。マジカル4、キスから作るビッグバン、こちらの方の、評価いきたいと思います。ストーリー、3、キャラクター3、アニメーション3、総合3点をつけて、つけさせていただきました。ですね、アイドルもので別に全然つまんなくはなかったんですが、かなりネタ方向に吹っ切れたような形の、アイドルアニメではありました。こういったね、男性アイドルもの、まあ何でしょう、最近は多いせいで、まあそのテンプレートからはずれず、そこまでね、範疇から外れたこともせず、なんか印象に引っかからない、まあ結構変なことやってるんですよ。その登場人物が、ドラマの役者になりきってそのまま刑事ドラマをやってみたりとか、まあそういうようなことはやってるんですけど、別にそういうようなシチュエーションはですね、他の男性アイドルアニメでもやってるかなと。まあただただ、キャラクターも不快ではなかったですし、普通に見る分にはね、いつも通りのはちゃめちゃな明るい男性アイドルアニメだったなという印象ではあります。はい、ではその次いきたいと思います。セイレン、こちらの方いきたいと思います。ストーリー3、キャラクター3、アニメーション3、総合3点をつけさせていただきたいと思います。また平均点なんですが、こちらはですね、男性向けの恋愛シミュレーションゲームをもともと作っていた人が、原作とか、まあ、オリジナルのアニメなんですが、まあ、その人が原作を作ってオリジナルアニメーションとして、制作されたアニメですね。まあ、それぞれ、まあ、いろんな、ね、ヒロインがいてマルチパートがあってね、各ヒロインを、主人公一人、まあ主人公がその女の子一人一人を攻略していくという、まあ実にベターな展開だったんですが、まあまあ楽しめましたが、かといってね、何か白爪痕を残したようなものもなくね、このヒロインとね主人公がそれぞれこういろんな恋愛のルートでね、最終的に結ばれるっていうね、まあそういうようなマルチエンドを3話4話区切りでやってたのかな、見せられたという感じなんですが、まあまあそれぞれね、話が変わるごとにヒロインの立ち位置も変わってくるんで、まあそういったところの面白さはありましたが、まあそこはね、一昔前に、流行った恋愛シミュレーションゲームなのかなっていうところで、まあ懐かしさも含めこの点数をつけさせていただきました。はい、では、続きましてですね、この素晴らしい世界に祝福を2、こちらの方の評価いきたいと思います。ストーリー 3.5、キャラクター4、アニメーション4、総合4点つけさせていただきたいと思います。ね、前期、まあ、第2期目ですね、分割ではなかったんで急遽決まったね作品なんで、第2期目ということで、まあ相変わらずの、ハイテンションなノリのお話と、ね、相変わらず変わらないブレない、ね、キャラクターたちと、アニメーションはですね、前作のヒットを受けてか、かなり、前作より良くなってたような、印象があります。
まあまあ前回もね角川枠ということで、10話で最終回だったんですが、今回もね、10話で最終回ということで、かなりギュッと詰まった感じにはなってました。まあ作品の性質上しょうがないんですが、特に大した、大きな目的を、こなしているわけでもなく、まあこなすことにはなってるんですけどね、まあ、なんかふわっと始まってふわっと終わったかなっていう印象です。まあただねえテンションやノリは変わらず、面白かったなというところで安定のこの点数をつけさせていただきました。はい、ではその次ですね、政宗くんのリベンジ、こちらの方行きたいと思います。ストーリー 2.5、キャラクター 3、 アニメーション 2.5、 総合 2.5 点をつけさせていただきました。漫画原作かなということで、なんだろう、あんまりね発想が良かった割には出落ち感が強いかなと。まあリベンジリベンジって言ってるけど、まあ最終的に単なる恋愛ものになっちゃったなっていう印象と、まあキャラクターもねもう実にテンプレートな、キャラクター、別にねなんかそんな奇をてらった感じでもなく、まあまさしく王道のラブコメっていう印象なんですが、まあなかなかね尻切れトンボで終わってしまったかなと。ちゃんとしたリベンジも果たせず、まあね原作続いてる以上しょうがないんですが、まあ中途半端に終わってしまったところでストーリーマイナスかなっていうのと、まあアニメーションもね最後の方がちょっと力尽きちゃったかなっていう印象もあるんで、まあこの総合点数にさせていただきました。はい、ということで、2017冬アニメ最終評価その1をお送りしました。ありがとうございます。レッツライドアニライン。